これまでのあらすじ。虹色の枝を求めてサマディ王国を訪れたミカミックスたちはファーリス王子の頼みを受けて砂漠の殺し屋デスコピオンの捕獲に協力することに。旅芸人シルビアと共にこれを成功させたものの、捕らえた魔物が城下町で暴れ出してしまう。町が混乱に陥る中、王子なら何とかしてくれると民は声援を送るが、当の本人は恐怖で動けずじまい。そこへシルビアの檄が飛び、奮い立った王子は歯が立たないながらも魔物に立ち向かい、最後はシルビアが魔物を一撃で倒して去っていく。反省した王子は王に今までのことを全て明かし、ミカミックスたちに虹色の枝を譲るよう懇願する。すると王は虹色の枝はファーリス杯再開のため開催のため行商人に売り払ったと告白。一行はその行商人の足取りを追うべく城を後にするのであった。また次のところだよね。呪文の暴走率が上がるって何？呪文の暴走ってなんだよ。知らねえシステムがこのロード画面で出てきたんだけど。はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。ドラゴンクエスト11続きをやっていきます。サマディ城下町から次のところへ向かう感じですね。もうここはいいでしょう。そのまま外に出ていこう。待ってたわよ。こいついつもなんか高いとこから登場すんな。はい。何しに来たんだ。まだ俺たちに用があるのかよ。よっ。はっ。もう決まってるじゃないの。私もついていくわ。命の大樹を目指す旅に。そしてじゃあしんちゃんを倒すのよ。おいおい冗談じゃねえ。いきなり出てきて何言ってんだ。俺たちの旅は遊びじゃねえんだぞ。うん、もちろん遊びでついていく気はなくてよ。旅芸人として世界中を回ってたくさんの笑顔と出会ったわ。こいつもさ、世界中旅してさ、神も世界中旅してるけどさ、大して強くないよね。でもね、それと同じくらい魔物に苦しめられている人たちの悲しみにも出会ったの。世界にはもっと強い魔物がたくさんいるだろう。私の夢はね、世界一大きなホールを建てて、そこで盛大なショーをして世界中の人々を笑わせることよ。でもみんなから笑顔を奪おうとする邪神ちゃんがいたら、その夢も叶わなくなるじゃない。だからあなたたちの旅の目的は私の旅の目的でもあるってわけ。それじゃあみんなこれからもよろしくね。仲間になるのかこのまま。シルビアが仲間に加わった。え、こいつの立ち位置が分かんねえ。カミューとどっちが強いかだよね。てか女性キャラは基本的に外したくないんで。やれやれ、相変わらず強引なやつだぜ。で、あなたたちとりあえずこれからどうするの？命の大樹への鍵となる虹色の枝、その枝を手にした商人を追ってダーハルーネの町に行こうかと思います。うん、なるほどね。でもあそこは港町、もう船に乗って海に出てるかもね。そしたらどうやって追うつもりかしら。そうですね、その場合は定期船を乗り継いでいくしか。ダメダメ、定期船なんかじゃあまりにも時間がかかりすぎるわ。いつまで経っても追いつけないわよ。それじゃあどうしろって言うの。船で行けばいいのよ。自分たちで自由に使える船でね。おお、ようやく船か。ってかまだだけど。私が持ってる船。え、お前持ってんの。シルビアさんすごいわ。やっぱりただものじゃないと思ってたのよ。その船お借りしてもいいですか。もちろんよ、仲間じゃないの。それじゃあ私の船が泊まっているダーハルーネに行くわよ。ダーハルーネはここより西。さあ出
出発、ま、こいつはかなり売れてるサーカスの人っぽいからね。メンバー入れ替え、どうしようかな。せっかくだからちょっと神を外してみますか。こうのこうかってか減ってる。寝てから行こうかな。まあいいや。これレベルはあれかな、ミカミックスのレベルに合わせられる感じかな。でスキルパネルを見てみよう。シルビア、片手剣、短剣、無知、曲芸、乙女、謎だ。どれか1個は捨てたいよな。片手剣かな。どう考えてもミカミックスと被っちゃうからな。探検も神と被ってるよな。シルビア多分あんまり使わないから、男だから。あのもう女性が入ったらあと1人、完全女性パーティーで組んでいくんで、ちょっとムチ鍛えてみよっか。なんかあんま使えなそうだけど、はい、ムチ攻撃力アップみたいなのがあるはず。よし、あと9ポイントか。スパークショット、敵1グループ、愛のムチ、怪人系。ちょっと曲芸も見てみよう。皮膚き、ツッコミ、あ、これ結構役立ったよね。魅力10、タップダンス、もっとハッスルダンスとか覚えるのかな、じゃあ。で、こっちが乙女でしょ。あ、乙女も。あれか。てか乙女って直接いけねえじゃん。メダパニダンス、あー、ハッスルダンス持ってんね。あ、二刀の心得、いいな。いや、ハッスルダンスはかなり魅力だけどな。ちょっといいや、残しとこう。まだで装備は最初持ってるはず。シルビアの剣じゃなくて茨の鞭、だいぶ攻撃力下がるけどいいや。旅人の服、羽帽子とか。でもこいつのためにな、金使いたくないからね。ダーハルにはかなり距離がある。馬呼びのベル、あ、これいつでも呼べるってやつ、もしかして。町や洞窟の外で鳴らせば馬が駆けつけてくれる。使えない場所もあるけど便利。よし、行くか。ちょっとただね、ここら辺のマップを探索してないんだよね。なんかアイテムがどうだろうな。一応また端だけ、端から進んでいくか。あった、獣の骨。最近作ってもないな。レシピがな、ちょっと取ってないのがあるからね。取ってないっていうか最近取ってないからね。クエストじゃん。こいつじゃなかった。一応ダーハラ湿原はサマディとは大違い。雨が降る緑豊かな場所、七色に輝く枝を持った商人がしばらく前にここを通っていった。結構目立ってんな。私はアポロ、ここで門番をしているものだ。旅の方よ、ダーハルーネの町に向かうなら一つ私の話を聞いてくれ。私にはディアナという妹がいてな、ダーハルーネにいるケーキ屋でパティシエとして働いているんだが、近頃は忙しくしているようで顔も見せに来ないからこうして手紙を書いたんだよ。そこで旅の方に頼みがある。ここを離れられない私の代わりに妹のディアナにこの手紙を届けてくれないか。あ、いいよ、全然いいよ。新武器のレシピくれる、絶対やろう。そしてさらに妹のディアナももらっておこう。大事な手紙だからくれぐれもなくしたりしないでくれよ。大丈夫だ、任せろ。兄からの手紙、それをラブレターへすり替えておこう。ディアナはダンハルーネの町の中の北西にあるケーキ屋で働いている。いいね、なんかすごい女の子っぽい。明日への手紙。この先はダーハラ湿原、サマディ国王様の許可なき者はここから先へ通してはならぬ決まりだ。通りたくば王様の許可をいただいたと証明するものを見せるがいい。何か持っているのか。
サマディオの召喚を兵士に見せた。おお、それはサマディ国王様の召喚。国王様の許可をいただいたのであれば通さないわけにはいかぬ。この先の洞窟を抜けるとダーハラ出現。水と緑に包まれた豊かな大地だ。さらに道沿いを進めば世界有数の貿易都市ダーハルネの町へ行ったであろう。気をつけて行かれるがいい。結構親切に教えてくれんな。優しい兵士だ。よし、進んでいきましょう。洞窟って別になんかダンジョンとかになってるわけではないんだね。そのままダーハラ出現に来た。じゃあ、まあまた例によって端っこから敵は見たことある敵だね。軍隊ガニちょっと倒していく。地獄のハサミだった。間違えた。あー、連携、え、連携、あれ連携ってさ、自分だけ連携してればいいの？自分だけ連携っていうか、自分だけゾーンに入ってればいいの？超強いんだけど。あ、そっか、ゾーンに入ってるからか。勝ちよ。やべえな、この火力。ウィングスネーク行くぜ、デイン。どうや、けこいつらデインに強い。ヘビだからか。ちょっと待って、作戦変えよう。全員、全員って俺も変わんの？こいつもバッチリ頑張れ。セーニャバッチリ頑張れ。ベロニカもバッチリ頑張れ。セーニャガンガン行こうぜ。リッキーやったな。バギー使ってほしいから。最高ね、バギー33。バギって結構ムラがあるんだよね。ただあーあっちにあるね、アイテムが。磨き絆、なんかレアモンスター的なやつって、あ、どのモンスターがいるのかよくわかんない。こいつ一人で来てる。かわいそうに。ゾーンで16か、やっぱ硬いんだな。一、人で経験値78か。まあもうそもそもこれ一人とかで戦えないからね。経験値は変わらなそうだな。まだまだモンスターは見たことあるやつら。え、なんなの、マジで。え、グループ攻撃だった今。そーら、え、どういうこと。あ、技使ったのか。一安心ですね。え、どっち。キャンプ場がある。キャンプ地とか。なぜこんなところにキャンプ地が用意されてる。ってかどこ。あ、ここか。まあいいや、寝るだけ寝よう。あの商人みたいなやついつもついてきてんな。何なんだ。どさくさに紛れて安全を確保してるからね。この人たちについていけば魔物と戦わずに済むみたいな。なんかこう獣道みたいになってるけど、あ、完全にこれ出現か。なんかモモンジャの上位バージョンみたいなのがいるけど、今日ボウガンとかそうやって使うの。今普通に看板見ようとしたんだけど、うわ、窓ハンドもいる。9、12、ルカに、あ、ダックスビルかこいつ。デインでちょっと窓ハンド、ゾーン効果消えた。いいね、ムチ。バギ強い、普通に強い。お疲れ様でした。ちょ、待って難しいんだけど。え、なんて書いてあった。ダーハルーネ町でかいね、こうやって見ると。このウィングスネーク27とか、防御力めちゃ低いな。窓ハンド C、ここはちょっと。ああ、俺もイオン使おうかな。6、まあいいや。
微妙。魔力が低いからかな。こいつどんだけ仲間に助けが来なかった。寂しすぎる。ギラか。バギー本当強えな。なんか強化されてる。もうちょっと火力が低い気がしたけど。ベロニカ15レベル、ポイントは5か。もうちょっと必要だな。どうやっていくべき。普通にちょっと看板通りに行こう。あれ今ここダンハルメ。でももうちょっと先だよね。なんだろう、こっちの方引けそうはいけそうだな。なんか別のところに繋がってる感じではないから、ちょっと遠回りしていこう。これ沼とか行けんのかな。あ、行けねえわ。あそこに宝箱ある。いけねえ。ちょっと待って、なんだこいつ。スライムナイトの勝ちに乗ってる感じ。25とか。あ、皮膚系こういう感じか。メラバギ、線には回復してくんなそうだな。ガンガン行こうぜになってるから。ふさふさの毛皮。あ、これで乗ってけってこと。光ってたのあんまり気づかなかったんだけど。綺麗な枝、雨露の糸。ゲ、なんかすげえいいの手に入れたな。さすがに水の羽衣はまだ作れないと思うけど、これこのまま取れるからね。魔力の土。あれ、なんか宝箱らしきもの見えなかったっけ。あった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 。これ回収したい。スキルの種、超いい。こっち来てよかったな。でもこういうの乗れるの、こっちはさすがに行けねえか。あんまり離れてるの。あ、また金ピカに光ってるのがいる。こっち側を見て、ない。いけねえし。で、このまま進んで戻ってきましたと。なるほど。いや、ちょっと待って待って待って、こっからいけねえんじゃねえかよ。強制的に。じゃあ、ありがとう。助かったよ。あ、よっちっぽいのがいる。勇者様こんにちは。合言葉。なんかいろんな色のヨッチがいるね。星空の祭壇、天使会。星空の祭壇ってドラクエ9ってことかな。やってないんだよね、だからわかんないネタが。金の鉱石、鉄鉱石、銅の鉱石、一種類ずつ手に入れたね。なんだ、あ、牛か。天気、夕方から雨が降る。なったのこいつ。あ、でも雨が降ってその雨の時しか出てこないモンスターとかいいのかね。ダックス、あ、トラ男がいる。もうそんなに。トラ男ってそこそこ中盤で出てくるようなイメージだけど。いいよ、ちょっといいよ。火力が低いな。俺もいいよ、唱えよう。やるじゃないの、熱いわよ。皮膚系結構強い。お怪我はありませんか。ここは何にもないか。またなんか乗れそうな気はするけどな。どっちだ、なんかどっちもいけんな。また蜂に乗りたいけど、こいつは光ってないから乗れる蜂ではないな。魔物、ゲー、さまよう鎧までいる。
ちょっとせいにゃやっぱりバッチリ頑張るで行こう。参りましょう。でいいよ、さまよう夜に効くかな。20、むしろめっちゃ効いてんだけど。シルビアまずい。リホイミって何、えどういうこと。少しずつ回復する、リジェネみたいなものか。なんてギラなの、メラでいいだろう。死ぬ。セイニャ頼む。ありがとう。やっぱセイニャ回復力高えな。誘う踊り誰、全員かよ。ベロニカよく引っかかるなこいつ。ホイミスライムか、来たね。パターンだな、さまよう鎧。やかましい。熱いわよ。うわ、シルビアのシルビア様、ちょっと防御力が低すぎる。旅人の服とかだったからね、装備が。メラやるじゃないの。一安心ですね。え、いろんなところに光り物がある。あ、あいつ乗れんね、乗ろう。その蜂をよこせ。結構モンスターが出てくる。いってつえ。いや、いいよ。なんかさ、ミカミックス魔法パンダ使ってるよね。今助けるわ。これってどうなの。さあそう踊り。あいつ踊ってばっかだ。乗るわよ。うるせえし、しかも。いいよ、いいね。9回復。もう一回を使おう。あと2回しか使えない。マジックパワー回復できるのいいよな、殴って。ちょっと火力はさすがに低いけどね。神のレベル上がった。よし乗ろう。こいつ近づいてきてる。清めの水、ジャンプ。なんだこれ、意味あんのか。妖精の綿花、妖精の綿花かな、読み方的に。ちょっとまた端っこを見ていこう。あー宝箱あるね。打ち直しの宝珠か、まあ悪くない。何回打ち直しても悪くはないからね。まあ、上には登れないからな。これでジャンプか、全然関係なかった気がするな。でダーハルーネ、ちょっと先にダーハルーネ入ってうわと思ったけど、あっちにアイテムが、アイテムが釣られた。こいつはさすがに攻撃だな、一体だから。そーれ、火吹き強い。こいつ火に弱いのか。一安心ですね。違った、アイテムだと思ったら看板だった。よし中に入っていきましょう。まあ、シルビアはこんなもんでいいかな。神に変えよう。神の方が普通にかっこいい。ダーハルーネマッチへの通路、やっぱモンスターに備えてんのかな。なんか看板あるの、普通の看板だった。まあ貿易の街って言ってたからね。なんて書いてあるのかわからん。うん、わあ、なんて美しい町。まるで海の上に町が一つ浮かんでいるようですわ。ここが貿易で有名なダーハルーネの町か。たくさんの金持ちや商人が行き交う世界で一番でかい港町らしいぜ。ふーん、
て、そんな町で自分の船を持ってるシルビアさんって、もしかしてすごい人なんじゃ。ベロニカちゃん、余計な詮索は野暮ってものよ。私の船ちゃんは町の南西にあるドックの中でお休みしているの。さあみんな行きましょう。どうした？なんだ？また広そうだな、ダーハルーネ。ごきげんよう、旅人さん。ドックに用なのかい？町の西側にあるから地図を見ながら行ってみるといい。ちょっと武器を揃えていこう。4000円か。うわ、たけえ。バトルリボンはいらない。鋼の槍もいらない。でも戦略の攻撃力、やっぱ槍はめちゃくちゃ上がるね。ちょっと使うつもりはないけど。魔導士の杖ってどうなの？これ多分でもメラの効果あるよね。小さな火の玉で攻撃、魔力吸収プラス 8%、 攻撃力が大して上がんないんだよな。でも出来の良さ、あ、プラ1プラ2プラ3まで見れるんじゃん。マジックパワー吸収率、攻撃魔力、回復魔力、攻撃力、あ、攻撃魔力が違うのかな。ちょっと今装備してるやつのこれ攻撃力しか見れないから、ベロニカどっちかっていうと攻撃魔力だからね。あ、変わんねえじゃん。攻撃力と攻撃魔力は基本的には変わんないのかな。吸収率も変わんないかな。ちょっと妖精のせいでもう少し我慢しよう。1500円を1300円か。2のために1300円かける価値があるかって言われたら、これなんて1しか上がんないからね。で、毒ガのナイフ、ビッグブレード2、レイピア。買うもんねえんだけど。両手剣さすがに強えな。あ、ちょっと盾が装備できなくなるから、やらないけど。あと、ちょっと防具屋を見てみますか。こっちは別に何でもないんだ。いらっしゃいませって言ってるだけ。あと、手紙届けろみたいなこと言ってたよね。海に出るつもりかしら。うちの防具を買っていけば船旅も安心。ゴールドトレイ、ちょっと高いですから見てこう。猫のかぶり物、これ変わんのかな。黄色く、ピンクになってるけど。ベロニカちゃん、ちょっと着せたい。あ、でもウサ耳バンドも着てたからね。なんか一式揃えないと変わらないのかな。よくわかんねえ。女性用ってことか。そんなことないか。これ男性用かなと思って。レザーマントでもシルビア使うつもりがないんで、ちょっと鉄兜、ニカミックス、ターバンもある。鉄盾、ニカミックスで、ゴールドトレイ、これはセーニャが装備できんな。よし、だいたい揃ったかな。うん、こんなもんでいいでしょう。で、ちょっと作戦で入れ替えします。神でいこう。あと、ここら辺の探索はチャチャチャとやっていきますか。赤い本、ルーパスの偉業。ルーパスここで出てくるんだ。大したこと載ってなかった。また本がある。七色ランタン、これ何なの。こういうの、あ、作れるってこと。いや、ちょっと待って、わかんねえ。上に登れんね。魔法の小瓶、これなんだ。乗れんの。ちょっと待ってね。降りる。海の男の心得。どうでもいい。恐るべき豪商ラハディオ。
ブラックパール、え、なんか結構いいものっぽいな。35ゴールド、鍛冶職人一徹の木、第2章とか第1章とかあんのか。これ小さなメダルの学校、何それ。悪魔の子知っている。あ、ケーキ屋さん、どの子だ。道具屋さんは1階、この子か。兄さんから手紙、私はディアナじゃないわ。ちょっと前にやめちゃった。ラハディオ様の屋敷で使用人になっている。北東にあるラハディオ様の屋敷の近く、え、そっちに行こう。24ゴールド。じゃあここかな。もう聞いて、この男の子が意地悪して私をドックに入れてくれないのよ。なんだそれ、意地悪で済む問題か。違います、もうすぐ町でコンテストが開かれるので、今ドックは閉鎖中なんです。ここまで来てなんだそりゃ。つまりそのコンテストとやらが終わるまでここは開けられないってことか。はい、申し訳ありません。海の男コンテストはこの町にとってとても大事な伝統行事でして。海の男コンテストですって。何その乙女心をくすぐる響き。ねえ、詳しく教えてくれない。海の男コンテストとは、波のように荒々しく、空のように爽やかで、海のように深みを持つ、その三拍子が揃った男を決めるものです。なのでこの時期になると、美しい肉体美を誇るたくましい男や潮風の似合う美男子が続々とこの町に集まってくるんですよ。あ、これ何、他の町からも来るんだ。やだ、なんだか面白そうじゃない。それならこの町で少し休んで海の男コンテストを見てから出発しましょう。そうそう、ベロニカちゃんとセニャちゃん、この町のお店には世界中から集まる素敵なお洋服やスイーツが売ってるの。まだ時間があるみたいだし、女だけでショッピングやスイーツ巡りをしてコンテストを待つことにしましょう。海の男コンテストには興味ないけど、ショッピングは面白そうね。私、新しい靴が欲しいところだったの。なんだ、今の靴に不満なのかな。おい、ちょっと待てよ。俺たちは虹色の枝を探しに来たんだぜ。遊んでる時間なんてねえだろ。神様、ごめんなさい、私甘いものには目がないんです。スイーツ買い物バッグ。まったく、あの女三人組はどうしようもねえな。なあ、俺たちは急いでるんだよ。このドックを開けてもらえると助かるんだが、コンテストの責任者は一体誰なんだ。それはもちろん、このダーハルーネの町をわずか1台でここまで発展させた町長のラハディオさんですよ。どんな相手でも優しく接してくれる人格者ですし、会ってみるといいでしょう。町の北東にあるお屋敷にいるはずですから。あ、ディアナちゃんにも会いたいからね。ここの町長に会ってドックを開けてもらうよ。直接掛け合ってみようぜ。目的地、町長の家、書いてあるじゃん。ここが町長の家で間違いなさそうだな。よし、行くぞ。聞こえんのこれ。はい、いらっしゃいませ。どちら様でしょうか。
あんたがラハディオさん、少し頼みたいことがあるんだ。ええ、私が町長のラハディオです。一体どういうご用？あんたたちと話すことは何もない。さっさと消えてくれ。え、おい、ちょっと、なんだよ、全然取り合ってくれないな。あれのどこが優しい人なんだ？というかあの町長、お前を見て妙な顔してたよな。まさかお尋ね者なのがバレたか？ん？あ、お二人ともこちらにいらしたんですね。実はちょっと困ったことがあって、お姉様が大変なんです。すみませんが、助けていただけますか？まったく、あのチビちゃんは世話が焼けるな。しょうがない、船は出せそうにないし、行ってやろうぜ。うん、ちょっと返しなさいよ私の杖。あんたみたいな子供がこのベロニカ様の杖を使うなんて100年早いわよ。お前だってガキじゃねえか。ちょっと借りるだけだって言ってるだろ。なあ、こいつは何があったんだ？道を歩いていたら、いきなりあの男の子がお姉様の杖をひったくって、やっとここまで追いかけてきたんです。ただのひったくりじゃねえか。ぶっ殺せよそんなやつ。ほらよ、もう盗まれたりすんじゃねえぞ。ねえあんた、私の杖を盗んでどうするつもりだったの？売っても大した値にはならないわよ。てか売れないよこいつの杖。うん、なんだお前。もうしょうがねえな。ヤヒム、俺が説明するから無理すんな。俺はラットで、こいつはダチのヤヒム。こいつはこの町の町長ラハディオさんの一人息子なんだ。こいつとはよく一緒に遊んでたんだけど、数日前に声が出なくなっちまって、何があったのか聞いてもわからなくてさ。それで魔法使いの杖でも使えば、魔法の力でこいつの喉を治してやれるかもしれないと思ったんだよ。そういう事情ならしょうがないか。それより声が出なくなったっていうヤヒムって子の方が放っておけないわね。どうやら喉にとても強力な呪いがかかってるようですわ。一体誰がこんなひどいことを。何かとてつもないものでも見たんじゃないか。さえずりの蜜という魔法の蜜があれば呪いは解けると思いますが、それを作るには清き泉に湧く神聖な水が必要ですわ。さえずりの蜜はエルフが持ってんじゃないの？あ、清き泉の水、そいつが手に入ればヤヒムを助けられるのか。それなら俺聞いたことあるよ。この町から西の方に川を遡っていくと霊水の洞窟ってところがあってさ、奥にすっごく綺麗な泉があるらしいぜ。なあお兄ちゃんお姉ちゃん、俺とヤヒムは小さい時からずっと兄弟みたいに仲良くしてきたんだ。泥棒をしておいてなんだけどさ、喋れないこいつからの頼みだと思ってヤヒムの声を取り戻してやってくれないか。まあいいだろう、なんかよこせよ。ありがとうお兄ちゃんお姉ちゃん。西の洞窟にある清き泉の水でさえずりの蜜を作って持ってきてくれよな。いや、その前にちょっとディアナちゃんのところに来てんだけどな。とりあえず中入れるかだけ確かめてみよう。うわぁ、固く閉ざされてんのか。イベントやる前に中入っとけばよかったかな。力はいけないよね。この子じゃないよね。
じゃあとりあえず冷水の洞窟に向かいたいけど、キャンプ場は特に途中にはないか。冷水の洞窟の前まで行きますか。寝たよね一回。倒しながら行く。そうするとな、マジックパーあんまり使いたくないんだよね。カミュマジックパー使うなで行こう。おーいいね、盾キラ強えな。普通に火力が高い。強くなれたみたいです。セーニャレベル15。まあほとんどスキルポイントはまだちょっと使えるだけの分はないので、トラウトコー、こいつ対マンでくんな。何なんだ、もうすでに17のダメージを与えてるからな。バギー、あ、やっぱ耐性結構細かく、ゲメラが超効く。よし、耐性細かく設定されてそうだね。何に弱いとかモンスター図鑑的なのってあんのかな。それ見れば戦歴かな。あらすじじゃなくて何、あ、討伐モンスターリストか。これ見れば多分生息地別でいこう。一番近いと思ってダンハラ湿原のトラウトコ、特にそういうのは書いてない。猫面、猫のかぶり物、何に弱いとか書いてねえな。そこまで細かい情報はないのか。身が絆、倒していきますか。こいつ乗れる今、光ってた。あ、光ってるっぽくね。マリンスライムがいる。毒マリン会心の一撃、スライムつむりだった。よし、乗れるものには乗って。ちょ、待って、なんかボウガン放っちゃうんだけど。ボウミオス、あ、勝ってスライムつむりゾーン。これ暴走ってマジで。え、なんでイオ使うの。よし、レベル16、呪文覚えた。ラリホーいらない、まだいっか。スキルポイントは別にどこまででも飛んでいけるわけではないからね。あ、フロッカーか。これ攻撃できないんだよね、乗ってたりすると。そりゃ、いい音鳴るか。守りの歌、スクルト的なやつか。ゾーン入った、いいよ。ビルミカすっげえ食らうんだけど。あ、ポイズン糖度か。これさ、やってる間もさ、敵近づいてくんだけど、ひどくない？いいよ、唱えろビルミカ。今はゾーン状態だからかなり強いはず。メラカイ、硬いな。やっぱり毒になった。ギラって、ほんと強えんだけど。みんないっぺんにゾーンになるな。ちょっとほぼ満タンでいいや。毒って治ってる。あ、あそこに何かがある。ジャンプ、ジ
ャンプこっちか。あやかし層、条約層、コットン層で、コットン層、金の鉱石、コットン層は1個か。あそこにもヨッチがいるな。消えた。このヨッチ何なのマジで。合言葉ヨッチとは違うの。すげえ謎なんだけど。ジャンプできる。引けねえわ。降りなきゃダメか。あれ、あっちになんか建物があるね。敵がいっぱいいる。ジャンプとかすぐ全然大して何のジャンプにもなってないんだけど。あー、そこにアイテムがあるけど、これこっちからいける？ジャンプ飛んでけ、ジャンプ、ジャンプ。マジ無駄だな。あ、そもそも行けないところか。満月層、とー、行けた。潮風層、ま、そのまま行きますか。じゃあ、あ、一回降りよう。もうここ降りれねえか。登って登って登ると、そういやさ、これ洞窟に入ったところだと中断みたいなのあったっけ。とりあえず冷水の洞窟に来たんで、今回はここで終了したいんですけど、ですけどなんかある中断的なやつ。普通に広いよね、木を切りずに。あそこにキャンプ場はあるけど、いや、そこまではちょっと行く時間があれだね。まあそんなわけで今回はここで終了したいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、ツイッターのフォローしていただければ幸いです。